第16期女流オカエリーグ実況の鳥谷幸典でございます。解説は中田かなが務めます。中田さん、よろしくお願いします。お願いします。それでは対局の準備ができているようです。第16期女流オカエリーグ第2節 D 卓2回戦投牌の開始です。立会人藤島健次郎の合図によって対局が開始されました。さあ、2回戦ちいちゃから魚谷、なんちゃ泉、シャーチャルミ、ペーチャ杉浦の並びとなりました。2回戦トン1局、魚谷の親番ドラは言いそうです。さあ、魚谷に1枚見える総図で一メンツ完成しています。これ並びは違います。あ、並びが一緒で席が変わった感じですか。あ、席一緒。あ、一緒ですね。何も変わってない、はい、親が魚谷からという場所を変えてないみたいな感じですね。そうですね、場所変わらずのパターン。さあ、泉2面ツ、ルミも両面が多い形。トップ取った人にとってはなんか感触いいですよね、はい、もう場所変わらないときって。なるほど、今そうですね、ちょっと1回戦大きなトップを取ったのは魚谷でした。今出ましたね、30.4、 3人がマイナス、ね、30大きいですね。1人浮き、はい、1回戦1人浮きのトップからスタートです。さあ、杉浦2面ツありました。トンを仕掛けていきます。カンチーピンの天杯、天杯1番乗りです。ポン天ですが先天、はい、ここは魚谷の親番をかわそうという、多分誰の親とかは気にしてないかなって感じはしますけどね。はい、ただ手配に素直にってこの手を面前でやったとしても、さあ、魚谷からチーピンが出ま す, です、ね、はい、そんなに打点の見込める手ではないと多分。なるほど、手配に素直に、そうですね、上がりにいってる感じが、はい、ということで杉浦の上がり先天でスタート2回戦。さあ、トン2局です。泉の親番ドラは3走。さあ、ハイパイ、うん、マンズで一メンツ。さあ、ルミはマンズが多い形、3、4、5、6と見えたか。さあ、シャーチャスギウラ初なん統一ドラ1、ウォタニはさあトンが統一ドラ1。うん、いきなり急所のドラの換算層を引きましたね。引いてきました。泉チャンス。さあ、杉浦は遠くに本一を見るでしょうか。ローマンパーピンと並べていきます。遠くにというかもう本一にちょっと向かっていってますか。どうなんでしょうね、イースワンターツはでも払わん、はい、両面ターツ一つ、はい、ね、こちらありますね。ターツ選択になったら払うぐらいでしょうか。うん、どっかでね、大物手は絡ませたいですけど、はい、それが今かって言ったらちょっと分かんないですからね。はい、前局は素直にトンを仕掛けて天杯を取っていった、ね、すぐ上がれたから良かったですよね、はい、ああいうの長引くともう、ああ嫌ですね、ね、嫌ですよね、はい、リーチ受けたりした後とか3巡目ポン天取ってね、二軒リーチとかされちゃうともうえって流局まで行けばいいですけどみたいな、そうなんですよね、怖いですけど。さあ、魚谷トンがあんこになったですね。形によってはドラが出る形ですか。そうですね、ただ形の良さ重視で使っていきたい感じですか。ピン切りにしましたね。ルミもドラが入ってくる両面ターツ完成します。さあ、魚谷に入っ、さあ、チーピン一回切って、切ってるけど、はい、持ちました。ちょっと景色が良くなったってことですか。切ると魚谷さん、はい、テンパ入ってましたよね。あ、チーピンポンで、はい、ドラが出ますけど、まあ先点も2先点も変わんないですもんね。ポン点取ると1300、はい、全然でね、関連像入れられれば、いや、そうですね、魚谷の、さあ、ここは、ね、ということでイーソーのポンを入れました。テンパイースマン、イーソーのポン、さあ、トンのあんこで1300のイースーマン天杯、イーマン2枚切れ。ルミも3層
使いましたね。スーソーリャンメンデチニサシカンウーピンの天敗、そしてルミは1回戦でもちょっと見かけましたが、クルーピン切ると当たりになっちゃうんで、はい、入れ替えない方が。そうですね、これはスライドせずに、ただ両ピン見えてないんで、あーウーピンが、ね、さあはいルミに当たってしまいます。タンヤオドライチは2000点、さあピンフ、そしてタンヤオドライチと軽快に局が進んでいきます。2回戦上がりが早いですね。いやそうですね、あちょっと落ちました、おっと少し落ちました。さあ山からパイが落ちましたが、これ見えてなかったので、そうですね、はい、選手が直したみたいです。トン3局、ルミの親番、ドラは両層です。ルミダブトンが統一で入ります。デキメンツはありません。イーマンから杉浦は、うん、杉浦もメンツはできていません。両面ターツが2つでしょうか。魚谷初が統一、泉は第一相撲でメンツができた、あ、2メンツですね、失礼しました、2メンツ完成。泉さんが良さそうですよね。はい、さあ魚谷はちょっと進み方によってはといったところでしょうか、うん、泉は後継と言っていいと思いますが、ペーチャーでペーが統一になりましたが、今ペーの統一ちょっとあんまりいらないですか。あ、切っていく、うん、単用、はい、なんでしょうね、ドライチなんていう方向でしょうか。ルミはパーピンを引いてくる、さあ統一点も見ようかという感じだったんでしょうか、うん、しかし考え直しての吐くさあ両面ターツ3つ目、うわー嬉しい、嬉しい、カン3層、さっきもドラの3層、はい、ドラの3層、なんか今度はね、リャンゾがドラですけど、3層との関係性みたいなのが、あ、さあ、初を仕掛けました、ね、魚谷。両面ターツ3つの、初1泣き。あら、ウーピン初仕掛けなければ入っていましたが、魚谷。あ、でも、泣くんでしょうね。そうですね。泣く構えで多分いたと思います。はい。泉はくっつきのいいシャンテン、ローソーローマンというくっつき回でもなかなかいい6と6ちょっとくっつき回があるかないかについては分かりませんが、うん、あ、そのくっつきはちょっとやってないやつです、まあ、リーチしなきゃいけないやつですもんね多分、うん、ここはリーチ、なんか上がるときは急走ってイメージですよね。はい、天敗の形は老朽層リャンピン、老層は1枚場に切れているため、もうないですもんね。急層リャンピン、急層が山にあと1枚、リャンピンが、あ、0枚。リャンピンも0、持たれてるんですよね。急層1枚の状態、魚谷が2枚持っています。急層はこんなないんですね、やっぱり、ね。はい、地位が入りました。ローマンの両面地位、魚谷いいシャンテン。ああ、これが良かったな。3ピン、ね。下茶に3ピンが流れました。さあ、魚谷はるか、ドラ、ここはローピン現物。さあ、両ピンに手は、ちょっと3ピンいっぱい出てくるとかかっちゃうことはあるんでしょうか。ルミに両ピンが2枚あります。かといって、魚谷にも、まだまだ、切れない牌です。うん、山に急走は1枚。戦えるのは、さあ、ルミも手が整ってきている。魚谷天敗、関連層。ドラですね。はい、関連層はドラ。杉浦と泉に1枚ずつなので、2山。さあ、ドラの関連層が山に2枚。泉の三面ちゃん、急層が山に1枚。1対2。さんはもうパワーのあんこ切りで受けに入りましたね。あ、ルミがパーマンに手をかけました。もう2人のめくり合い。はい、なりそうです。1枚対2枚、2枚1対2です。引けるか、さあお互い引けるか。
さあルミはどこ、パワンパワンパワンやったのに今度ね、はい、ちょっとコーツテの可能性あったんでしょうか。中はションパイですけど、はい、切りましたね、もしてますね。もうルミさんからレアンパーピンはもう切りたくないですよね、はい、かといってドラそばの3層も、はい、ワンチャンスとか言って切れる範囲ではないし、はい、どうさあどうしましょう。そしたら筋の3万か中筋の数ワン、はい、数ワンですかね。あ、数ワンから大谷さんにも通りそうな数ワンからですね、はい、3万は分かんない。トンは通ってまあ、折れる、折れるならまたチーソーとかまだあると思うんですけど、はい、まだ粘って、あ、やめました。魚谷さんやめましたか。魚谷はパーソーを持ってきて受けましたね。ちょっともう筋、新しい無筋の開拓はやらないよってことでしょうか。そうですね、ソーズの無筋はちょっと、はい、あ、パーピンをしましたね。パーピンは押す、うん、まあもうないんですけどね。さあルミス引いてきたのは3ピンは、3ピンはいけそうか。さあ現物ではありますが、杉浦にちょっと切りづらいですか。あ、3ピン後から切る。あれなんでだ、3ピンなんで切らないでしょうね今ね。3ピン4枚目が見えたと。なるほど、完3ピンが残ってる。杉浦さんにですかっていうことですか。杉浦さんがまだいるように見えるんですね。あ、まあ、実際ちゃんと壊してはないですもんね、はい。さあ急走はここルミに来てしまっています。龍玉泉の一人天敗、魚谷は途中で引いていきました。そっか、換算品とかチーされたら嫌だから一応下茶ケアもしたんですかね、ルミさんが。天敗取られた時の一人脳天という可能性もあったということでしょうか。さあトン4局1本場、杉浦の親番、ドラはウーマンです。京卓リーチ棒が1本、はい、いっぱい。さあ、マンズ一メンツですね。急走からです。そして魚谷は、マンズ一メンツ、ドラ1。泉、ドラ1。悪いですね。そうですね。ちょっと悪いですね。さあ、ルミは、789が。789と一気通貫。さあ、両反訳が丸見え、ドラ1。ウーワンドラだから、ウーワンも使って789もっていうと結構難しい。そうですね。ちょっと都合のいいツモが必要になってくる。そうですね。ウーワン、ウーワンってならない限りはちょっと。はい。どちらも難しいパターンもある、こちらのルミ。しかし、楽しみではあります。数層もツモ切り。うん、手牌とドラがマッチしてるときが調子がいいっていうふうに聞くんで、ドラがウワンのとき、ウワンが使える手牌になってちょっと調子がいいかなっていう。それでチグハグだと、はい、ありますね。ちょっとおかしいなっていう。なんかチュンがドラなのに単品系だったり、あります、あります、すごく。なんかそういうところで自分の調子を測ったりとかは、一つのバロメーターにするってことですか。そうですね。整ってますね。そうですね。一旦さあルミは手が進まない。うわあ、嬉しい。嬉しい。まるで我がことのように喜んでいますドリア。何ですか、スワンキーですか、三層切れですか。1、1、2、4、2、3がやってきた。一層二枚切れなんで。はい、ああ、ここは三層にしました。さあ杉浦は、ただ泉さんとトーンがもちもちなんですね、はい、あ、そ
うなんですね。欲しい座布団が。泉と杉浦。杉浦の方が喉から手で出ますか。ショックな情報が。はい。ウォタニーシャンテン。そしてルミはもう3色は見切っています。そうですね。あ、ただ、差し子方面の3色の可能性が逆に出てきました。7、8、9じゃなくて、今度差し子、しごろなど。はい。あと一気通貫もまだ見てますね。はい、上の3色が狭かったら下で作ればいいのよと、うん、ウォタニも難しい形、スッとスーチーピン引けるか。ルミはリャンスを引いてくる、置いとこうというところか。ここでパーマン、ちょっと、お、杉浦あ、今ちょっと私ナンがですね本当にびっくりしたんですけどもE ピンに見えました。失礼しました。なんと大変ですね、はい、全然似てないのに、はい、似てない牌を私、実況中に幻を見てしまいました。大変失礼しました見ていて映さなくてとりあえずなんかするたびこっちカメラ来るんでやめてください。本当ありがたい、このありがたいこの、はい、裏との連携なんですが、うん、見せるたびに顔写されるっていうシステムになってるんで、ね、はい、なるべくやめてほしいですね。なるべくやめてほしい。ただ今のどう考えても全て私が悪いんで、はい、すみません。杉浦も入らない。さあ魚谷はねえ、まとまっているけどあんまり形が、ね、あと1個なんですけどね。さあそうこうしているうちに捨て牌は3段目です。誰も転敗していません。はい、誰も転敗していません。お、これは、誰も転敗していません。別に、うん、今2枚切れになったEピン切りますかね。そうですね、泉からEピンが放たれています。Eピン。どうやら取んねえぞというような。あ、やっと宇谷さんが単用になって、なりましたね、仕掛けやすくなった。ただ、はい、泉メンツができて、仕掛けられるのが出ない。これトントンありますか。いや、ないですかね。リャンピンでしょうか。ないですかね。適当な感じになっちゃいますね。ありますかないですかね、なんてこう。いや難しいですね。これ、はい、泉どうするか。ドラターツ払うわけにもいかないですし。はい、ドラターツは手かけたくないですね。リャンピンもションパイでも。チーマンは俺の現物。しましたね。ドラがプラプラになりますけど、はい、まあ、プラプラのウーマンは打たないってことですか。そうですね、プラプラにしたままで、はい、プラプラ流局を狙っていますーパーピンじゃない、なんでしょうね。ウォタニスーチーピンやウーパーソーウーピンローピンが入らない。ローピンはここに2枚。でもこれ泉さん、あ、もうそうやめてますね。ドラ打つこともないし、ね、ちょっと、はい、そうですね、テンパったら打つのかななんてちょっと思ったんですけど。さあそして杉浦テンパイを入れたいところ。もうね、親に闇点が入ってるかもなぐらいな感じなんですかね、はい、ただ杉浦の欲しい3ピンはなく、数ピンは、あ、あ、1ピン、あ、よかった、テンパりました。すごい、いつもリーチまでありますか。これちょっと待ってますよ。いやー、もいいや、あと2回ぐらい、いつも、あ、闇点換3ピン、闇点換3ピンはどうなんですか。闇点換3ピンは泉が3枚持っている3ピンとなります。出さない換算品です。どの道数ピンとのシャンポンにしたところで、はい、上がりがちょっと転敗までという、ね、ゼロでしたね、はい、しかし杉浦蓮ちゃんには成功している。一人転敗ですよ。いや、そうですね、ここでの3000点は大きい。3000点もらって親がもう一回、そして魚谷は、ね、うん、最後に選んだのはローソー流局です。杉浦親で一人転敗、転敗滑り込みましたね。はい、滑り込み転敗、プランプラン流局などいろいろありましたが本日はいろんな、あの、格言のようなワードが出ています。なっちゃったチートイなどさあ、トン4局日本馬です。杉浦蓮ちゃん、滑り込み転敗の時はいいような気が、あー、なんかしますけど、どうなんでしょう。さあ、その良くなったかもしれない杉浦を追いかけましょう。ドラリャンマンです。京卓リーチ棒は1本、そんな一面積もない。ハイパイはそうですね、
むしろ悪いまで。悪い方ですかね。さあ、急走か9万か9万。サブロー9って1枚ずつですかね。はい。さあ、魚谷は2差しの3色が。見えて、うん、ここですね。泉はしごろ。泉の方がくっきり3、あ三色、梅が三人になるかもしれません。え、何ですって？三色梅のある方が。三色梅が三人。はい、二刺し、四五郎、一日三と。おー、あと七八九を探すだけですね。はい、そうですね。さあ、杉浦は？もう九九やってるんでダメですね。いや、そうですね。三色同順、四人でやってたのはあんまり見たことないですが。麻雀、たくさん打たれてますから、たまにはあるんです。とは思うんですが、あるんでしょうね。はい、ちょっと私見たことないですね。ただ教えてくれない、あ、そうですね、気づけない時が多いんでね。はい、ここでしゃ、いや、なんてたって泉です。なんてたって、なんてアイドルみたいな。あ、ルミンも3品を引いてきましたよ。なんてたってアイスドール、はい、なんてたってアイスドール、あ、いいフレーズが。古いからちょっと伝わらない。そうですね、ちょっとあの、ね、実況席のその世代の方で盛り上がっております。そうですね、我々同世代なんで。そうですね、ジャン力に大きな開きのある同世代ですが、それはちょっと分かんないですよ。まだ力比べしたことないじゃないですか。あ、そうですね、やった、そうですね、はい、まず、あ、天杯ですか。天三万の天三万の天杯一手があり三色。トリアさん、まだリングに上がってこないんで。そうですね、しばらく上がらない予定です。上がらない予定です。はい、今後ともよろしくお願いします。力を貯めてから、貯めて、はい、あの、何かのです、ね、はい、公式戦で中田さんと当たること、先ほど私、あの、立ち合いの藤島さんとも似たような話をしたんですが、うん、トリア君と打ったことないねという。ああ、なんでしょうね。はい、あの、打つまでにあと10年かかるかもしれませんというお話だけはさせていただきました。なかなか同卓が叶わない、ね、そうですね、はい、そういったところに、まあ、私が勝ち上がるとすることがあれば当たることはあるかもしれませんが、もちろん私は選手としても、あの、コツコツ頑張ってますか。はい、頑張らせていただきますが、はい、どうにもこうにも筋が少し、リーグ戦に出てるかというお話もね、聞かれるんで、出ております。D3 リーグで、はい、D3 リーグで一応出てますよね。はい、二大将校のようなプロ人生を送っております。体にはいいやつじゃないですか。体、精神、どうなんでしょうか。踏み台昇降はいいんですけど、踏み台昇降のような成績っていうのはあまり体、精神的には良くないものと。あ、おー、1、2、3が。はい。1、2、3確定。できました。泉もウーピンが来て、ここが単品3色に成功もある。あー、なんか、杉浦も。みんな下目でわちゃわちゃしてますね。ドラが2万だからですかね。はい、下目でわちゃわちゃ。杉浦は、割って入れるか。親番ですよ。魚谷チャンス、泉もチャンス。お、ドラ。ドラ、もうリーチか。これシャンポーンで、今パッソー出たばっかなんですよね。今出たパッソー。ちょっと打ちづらいですよね。シーソー引いて一通か。急走でもいいですよ。はい。あ、急走が目に見えて。3枚なくなる、もうリーチか。なんかムズムズしますよね。あ、テンパイ。はい。泉も天杯、サブローピン3色じゃないと。ああ、リーチ打たない。闇天サブロー。打たない。闇天、ドラドラ、役なし。これ闇天の思考を解説しなきゃいけないんでしょうが。闇天の思考の解説お願いします。わかんないんですよ、ね。わかんないです。泉さんのリーチ判断、ちょっと、難しいなぁ、はい。おっと、ウーピンもつもぎ。そしてルミですね、ドラドラでこれ、リーチ我慢してる形、一手があり単野もあるってことですか。そうなんです、ムズムズします。役がないんですよ。いや、はい、だって行かないですよね。役なくてドラドラで上がりの橋もありますか。ただ2万パーソンもないでしょっていう判断でしょうか。へー、うわー、うーん、3万来ていた。ここでリーチ、やはり海もリーチのタイミングを測っていました、うん、ちょっとね、積もってたじゃんっていう。はい、さあ2万は山に1枚、やっぱ想像値、その急走、はい、今急走4枚目見えたんですよね。もう一通諦めた。一通がなくなってのリーチですね。そうですね。3枚引いたからとかではないです。はい、そうですね、うん。3枚引いたからとかではないですね。頭に来てリーチとか、はい、そうですね。そんなことではちょっとね。ではないです。はい、ないですね。なんかありますけどね、私とかね、感情的に。あ、あるんです。ある時もある、ね。私はありますけど、ルミさんは多分。はい、さあ、パーソーも山に1枚です。2山。あ、泉さんの当たり牌、サブロピンじゃなかったの。泉はもう手を崩しました。前順に数万を打ちました。崩したらロンハイが出た。泉からはもう上がり逃しに。あれ、崩してたんですね。うん、ウースを引いてきて、
打数万となったようです。そうは確かにルミさん想像全然、あこれ勝負3ここしれっと想像全然だけどしれっと切るしれっとチーソーになるでしょうか。しれっとチーソーになりますよ。ただ残り順が少ない、そして強火打点が高いですもんこれ、はい、そしてただペン三層が杉浦にあんこルミに1枚でないんですか、はい、ちゃんとある3色ですよ、ちゃんと3色なんですが、でドラムあるんですよ、相撲の声は聞くことができません。ないんですね、出ることも現状ないですね、はい、出ることも三層が打たれることはもう切り間違いしかなさそうです。泉さんでも折れたの意外だったな。サブローピン、はい、ねえなんか押してそうな、なんか押してしまいそうな、さっきまでは結構ギュンギュン押しちゃったような3万、いや手がでもどん、いやなんか寄ってきてますね、いろんな上がりがあった曲ですが、泉はここはルミに補充しない選択、そして杉浦天敗です。言いそう自身からワンチャンスですけど、なんかいけそうな、言いそう、わー怖いね、天敗取りました親でも怖いですよね、はい怖いです、これで連チャン確定、杉浦、魚谷、そしてリーチをかけていたルミ3人天敗、泉の1人脳天、よくね言いそう最後押せました、ね、いや押せました、まだイースー層の、はい、ターツの可能性はありましたが、全然ありますよ、で打ったら多分高いんだろうなっていう感じですよね、はい、例えば魚谷に下の3色のイースー層なんていうパターンもあったわけですが、あったわけですね、杉浦連チャン成功です。トン4曲は3ボンバー強卓リーチ棒が2本となりました。ドラはナン、さあ杉浦そのまま、すごいですね杉浦さん、はい、本当1年目ですよね A リーグ1年目なんてもう私もう本当になんて言うんですかね比べるのも申し訳ないですが、うん、はい、もう後ろからはたかれるような打敗してたと思います。打敗もそうだし多分、はい、ね震えますよねやっぱり多分、もしそうですね、うん、あしかし後輩パイいいシャンテンです、すごいどっしりしてる、初ドイツ、はい、初が出て魚谷がポン、メンツのトイトイか本一かといったところ、うん、そうですね、泉もさあメンツが2つできています、強卓2000点と900点あるんで、はい、ちょっとそればっか気になって申し訳ないんですけど、いややっぱ気になりますよね、私は本当に割と誰よりも気になるんですよ、はい、かなり上位ですね気にするタイプ、なるほど、強卓リーチ棒取りに行く回でいうと、うん、もう上位のなんか欲しいのもあるけど気になるんですよ、はい、卓上に置いてあることが、なるほど、展望がちょっと しまいたい、そうしまっちゃうおばさんみたい な新しい感情も生まれてきてですね、そのそうなんです、そうなんです、片付けたいな、はい、こじ出せるとレベルが上がるわけですけど、もうレベル上がってそのそうしまいましょうみたいな気持ち、邪魔邪魔じゃないですか、私が持っておくわと、そう今まで何度も持ってきている姿を見させていただいておりますが、あとね、はい、それによってなんかゲーム性変わってくることもちょっとあるんで、あんまりたまると、はい、なるほど、なんか早めにない方が早めにお掃除という、そうですね、宇多田さんはどうか分かんないですけど、はい、とりあえず上がりに取りに来てますよね、もう流派のみでも全然、確かに今2万6000点の宇多田です、流派のみでも、うん、全然のみでいいから、はい、追加2900点というのはかなり、ただもうほんとスピード勝負ですからね、はい、終盤リーチ受けるとやっぱね抑えなきゃいけない牌も出てくるでしょうし、うん、そうですね、最速マーメイドが初をポンしています、もうドラの何もなんと並んでしまったまあまあなんとダブ、ダブなんじゃないですね、なんちゃの魚谷に出世の妨げだとか言いますからね、うん、ドラはね、そうですね、ドラがあると、あ天敗は天敗ですよ、関連ピンのリーチ、ただなんがもう見えてるので、でもいいピンって外してく手もありますけどね、マンズのところが後継になりやすい、はい、ローワンローワンか、リャンピン1枚切れ、でもそのままリーチって言っちゃうのかな、ただこんだけ迷ったらリーチ入れなくないですか、リーチなら迷わないで言った方がいいですね、はい、っていうことですね、やっぱ悩んでリーチって言うとやっぱちょっと弱い、はい、愚形か何か、そうですね、迷い、そうそうすると押しやすくなってしまうので、はい、さあ魚谷初のポンに続いてイーマンのポン、三面ちゃんの天敗、これはもうツモとかローンとか言っといても、悲しい悲しい押し合いというか、杉浦の三品が間に合わず手に残ってしまっています、リャンウピン三品の天敗です、もうダメです、あーこれ3品補充ですね、ですね、魚谷の上がり
初1300の3本付け2200、31の順なら間に合ってたんですが、うん、13の順での切り順だったため杉浦豊潤となってしまいました。こうなると結局大谷さんの上がりだったかなって感じはありますけどね。最速マーメイドが最速で上がっていくような形です、ですね、いい形になってしまって難入です。はい、2回戦難入難1局魚谷の親番ドラはパーソー。魚谷ハイパイは、あ、これはもうほぼ一通。泉は、デキメンツがない、ドライチ。ルミはトンシャートイツ、シャーチャーです。ちょっと少数詞なんか。遠くの少数詞。ルミさんだけに期待してしまいますね。はい、ナンペーペーと引いてきたら、種は揃います。換算ピンどうなんでしょう。嬉しいんですかね。嬉しいかどうか怪しい。換算入るのは嬉しいですが、ねえ、メンツが人、はい、横にできると打点が安くなるんですよね、はい、さあシャーチャのルミシャーオポン、ここで何としました。少数詞はまたの機会に。全然手なりの先手を、はい、上がりそうですね。手にまっすぐ素直に、そうですね、上がりに向かっていくんでしょうか。さあルミ、直でのシャーをポンした後、嘘をつもぎり、はい、ね、トイトイの可能性はちょっと、まあ嘘だといらないようにしましょうか。もう柔軟にしましたね、はい、私割と3万とか切って、はい、イワンとトンの3本固定しがちなんですけど、はい、多分こうやって見ると嘘を切っといた方が柔らかいんだなっていう、はい、あ、ここでトンがあんこになる。関数層の転廃、ね、ギャンソーを引いたりローソーを引いたりする、はい、数層4山、このままで4山おつも切りましたね。関ローソーにしてドラ引きはちょっと、うん、見ないですね。見ませんでしたね。もう早く下、せっかく最終手で3万になったからですかね。なるほど、全く関数層のまま、まあ、関連層は2枚切れ、数層は使える形、杉浦、そうですね、小層を切るか。さあ、まだイーシャンテンではないですね、リャンシャンテン、はあ、チーソー切りたくないんですかね。もうちょっとドラを置いたいっていう。3層になりました。泉はつもぎり、関連層ならつもってた、ある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 、はい、あります。あ、数層がまた、あ、数層が脇に流れてあと2枚です、ね、4山、カンチャン4山です。4山からの現在2山、ここでドラ引きの両面とはさようなら杉浦、さようならで魚谷、これ数層高重になりません。タニアオの仕掛けでした、失礼しました。ラ9万完治層の地位です。イーシャンテンからイーシャンテンの泣きでしたよね。あ、そういうことですね、はい、はい、だから進んではないんですけど、はい、役を確定させたというですね、はい。さあ杉浦ウーピンのポンでテンパイを入れました。シャンポンでしょうか。シャンポンですね。3ピンローマン、わからない、何かカンちゃんがいいかシャンポンがいいかわからないですよね。本当ね、わからないから今はシャンポンを取ってみたということでしょうか。数層が重なりましたね。おっと、大谷さん数層があと1枚になりました。うん、杉浦さんが泣かないと杉浦さん数層包重になってましたね。あ、そうですね、2個は使えない手ですもんね。はい、数層1枚、ま、そしてローピン、あ、ローマン3ピン、3ピンはありません。ローマンはあと1枚です。数層1枚、ダブロンですよね。ローマン、ローマンは魚谷の勘ローマンと杉浦のシャンポンローマン、
多分ないルールですが、はい、ロンの声はおそらく2つ聞こえます。でも杉浦さんしか出上がりはできないですね、はい、杉浦の魚谷さんの出上がりが現状ない。はい、あ、ないですよね。あ、ドラのパーソーちょっとこれは嫌ですね。スーソー、はい、崩しました。あれ、ただ関数層の街ももうこちらは崩しています。そっか、そうなんです。ルミさんは T1 で迂回したんですね。はい、確かに杉浦さん勘 T1 かシャンポンでしたもんね。 T1 って危ない、ね、はい、はい、668の形で6のシャンポンを安全を取りながら T1 探検にテンパイし直しましたね。はい、そうですよね。ルミはシャーのポン、イーマンのポン、やめたけどやめてないっていう、はい、一回やめたけど復活です。うん、宇谷さんもそれを狙ってますよね今ね。なるほど、この作り直しの感じですね。そう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 、そこがちょっとこれが懐の深さ、選択肢の多さになってきている気もします。これね、もう一回テンポ取れるかもしれないっていう。はい、ね、ルミさんの本当マンズ T1 あたりが危ないっていう読みもはいずれてないですし、出ますしね、はい、はい、このチーマン、まあ、打てば親には、まあ、今通る現状、うん、本当は大丈夫だったんですけど、そうですね、もうこの辺りがこの周辺が危ないよっていうのは、はい、やはり打たないんですね。うん、小谷さんもね、ドラのパッソーで打つとひどいことになる、はい、多分引いてきて当たるとシャンポンとかになりそうな馬強というか、ね、運送が結構出てるじゃないですか。はい、だからパッソーで当たるとよりシャンポンで当たってしまいそうなパッソーだったんで、はい、高い報酬はしたくないですからね。ああ、これはやめか。やめですね。はい。チーマンは打てないという判断。さあ、杉浦はつもぎりで天敗続行。お、魚谷天敗復活。振り天ではない。流局です。さあ、杉浦と親の魚谷二人天敗。魚谷連チャンです。同じような仕掛けて押し引きで、うん、海はスチーマンを掴んでやめましたが、うん、魚谷は天敗を取ることができました。連チャンです。難一局一本馬、ドラはチーピンです。多分杉浦さんの仕掛けを重く見てるんじゃないかなとは思いますけどね。ウーピンのボンが入ってました。そんなに仕掛けるタイプじゃないから、はい、泣くときはやっぱ早いか高いかみたいなイメージ。なるほど、今まで見てきてちょっとどうやらその形だとですね。やっぱだからちょっとケア重めに、はい、やはり相手の仕掛けをどう評価するかというのが、はい、今の曲だと魚谷とルミで、まあ、ほぼシンクロしてたような状態ですかね。そうですね、そうですね、はい、なのでこう一旦転廃したのに崩すっていうのが、まあ、パッと見分かんないかもしれませんけどってことですよね、うん、何をどう回避してるかという、うん、ちょっとレベル高いですね。うん、そうですね、やっぱり、はい、トリアプロもチンプンカンプンになってきましたが、テンパイ取ったら終わりっていうやり方ではないので、ないということですね。そこで一旦なぜ回るのかっていうところのこの公式ルールの面白さ、うん、ね、やめたのにもう一回テンパイ取れるっていうのはすごいですよね。はい、あと魚谷が初を仕掛けた後、今もう難があんこになってますね。ヤクヤク、はい、親でヤクヤクドライチがで不跳ねもしますね。はい、7700からですね。でゴロチとかも見えるんじゃないですか、うん、はい、そうすると11600なんですよ、はい、急に高いですよね。そうですね、そうか、3色になると何が、あ、これは3色じゃないやつ、3色じゃないけど C ピンの重なりがありますよ、けど7700は確定ですよね、はい、ヤクヤクドラ以上です。ドラハンコの人とかいたら、はい、結構勝負して痛い目合う時ありますよね、こういうのね。ありますね、うん、まあこことかドラドラ、はい、お前ドラドラかーいとかドラハンコかーいってなるやつ、なりますよね、向かってくると思ったら高いのねのやつ、ヤクハイ隠れハンコって結構きますよね。いやー、衝撃、はい、振った方はもうグラですよ。ね、足元ドラの枚数見えてて、はい、そんな高くないだろうと思うとヤクヤクがついてるそうとか
テンパネが高いんですよ、はい、5800と7700も全然違いますからね、はい、関係ないシャーでロンだった。あ、こっちでテンパイ、はい、ヤクヤクドラ1のテンパイが魚谷に入った。ウーパーピン、ドラマタキの方になってしまいましたが、枚数はまあまあ、あでもそんなにパーピンがない。あー、ただここで杉浦が宝珠になりました。魚谷の上がり、ヤクヤクドラ1は7700は8000点。そうですね、ドラドラの、はい、ドラドラでちょっとパーピンも2枚あったため、まあやはりウーピンは処理される形となりました。杉浦やっぱ高いなってちょっと思ったでしょうね。ロンって言われてもしょうがないですけど、はい、え、もう1個役ってやっぱなりますもんね。1役想像より多いですか。高いです。2900で済むかなっていうちょっと甘えた心も、私はああいうのドロンって言われるとはいありますね。となると今杉浦一瞬足元ぐにゃぐにゃになってますか。ちょっと柔らかくなってますか。ちょっとグラッときてるかもしれない。かもしれないですけど、はい、見た目には分からないですね。はい、全然落ち着いてますよ。いや、そうなんですよ。いや、これ初女流王家 A リーグの落ち着きじゃないなとは思ったんですが、ね、内心はとても緊張しているかもしれません。多分はい。さあ、何局は日本馬ドラ3ピン、魚谷が現在トップ、ドラ1、泉がチュン統一でドラドラ、ルミはピンフ3色までいけるでしょうか。そして杉浦も何やら面白い形です。魚谷はイーシャンテンですね。杉浦もいいシャンテン、すごい魚谷さん強いですけど、なんかまだ素直なリーチで素直にツモみたいな4000オールとかまだ言ってないんで、はい、なんかまだ全力なんかすごいいいわけじゃなくて、はい、いろいろやっていい結果を得てるだけで、まだその何ですかね、そう、本調子というかそこにはまだ至ってないいい状態にはなってない。この辺で崩しとかないと、はい、タンヤオがつく、三色がつく、あれそろそろそんな、そんな手が入りつつあります。この魚谷の手が仕上がってしまうと怖い。ルミもイーシャンテン、はい、ピンフ三色。お、さあ杉浦これはテンパイです。ローピン切りでウーパーマンチーマン。そうですね、はい。でもドラね、あ、そうか、3ピンがドラですもんね。ドラも現状使えないですし、まあそのままリーチいってもリーチ。さあ先制リーチ、魚谷これ降りないですかね。降りないですね、はい、この形で降りる人あんまりいないと思いますが、どうなるでしょうか。親に本手が入っているペーチャの杉浦先制リーチ、ルミもこれは三色になれば本手。いや、なんとかしてここね杉浦さんに上がってもらわないと、はい、おー、あ、ルミがテンパイを入れる。ローマンの肩上がり、ローマン山にはない。杉浦さんこれでローマン持ってきたら嫌ですね。ないんです、ローマンが。あ、ないんですね、はい、ローマンを持ってくるとスタッフが大慌てあー酸素入った。これは絶対に1両ピンは死亡と思いきや、ローマンがまさかの上がり、ローマンがここルミに上がりを生んでしまう三色。魚谷の本手リーチリアンフーピン、ルミさんの鋭い仕掛けが、いやー、はい、ルミがここはこうですか、上がりがない手ですよね、はい、ルミさんのはね。いやー、これルミのファインプレー、この一瞬の隙でしか上がれない、はい、もう二度とないローマンですし、多分カウンソーも難しいですよね、はい、そのローマン実は4枚目というか山にない。さあルミが魚谷の大爆発をもしかしたら止めていたのかもしれない。さあ何二曲、泉の親番ドラチーソーです。そうでも泣かないと換算層が埋まんないんですもんね、まだね。いや、そうですね、でも泣いてたかもしれないですけどね。なんかこのロジックが面白いですね。うん、そういうタラレバ言い出すとキリがないんですけど、はい、でもすごいですね、本当一つの仕掛けで、はい、すごい運命が変わるんで、歯車があったかのような三色でした、うん。
ルミがさばきて成功させています、そんな嬉しくはないでしょうけどね、ルミさんとしては別に、まあ、もちろんルミからはまだ気持ちいい上がりをしてないで、はい、いや素晴らしい上がりですね。ただ大谷さんのねすごい本調子になるのを防いだ感が、はい、いやなんか大谷もあれ単品3色いいペーコ、あれ上がれてたらこうこの後気分よく進めることが、うん、ちょっとまだかなっていう感じは、はい、なんかその言ってたそういう上がりがまさに今、うん、直前まで来ていました。そう直前、さあ杉浦ピンフのイーシャンテン、ジャン灯がない形です、ですね、両面両面とそのものできればドラのチーソーが欲しいところ、あと1枚です。でもルミさんいいですね、整ってるし、はい、さあ次はいろいろあります、パーマン切っています、まあ数番の方がいいかな、どっちに若干ゴロチがまあ無理でしょう、あんまならないですけど、なんとなく寄せますか、なんとなく、はい、ちょっとえなんちゃって3色みたいな、ね、なんちゃって3色もいただきましたなんちゃって3色ほんとちょっとあのいろいろこうやって経験のある方のつけてる名前ってこれ侮れないと思うんででもね、はい、あんまり正式なあれじゃないんだよ ね、そうですね、ふざけてるだけなんです、あくまでもその、はい、スラング的なそのそうですね、そうですね、経験から生み出される言葉なのでっていうとすごくいい風に聞こえますが、ご本人が悪ふざけというとちょっとなかなかあドラが出るテンパイ杉浦ピンフのテンパイリャンウソ今打たれたばっかですけど、直前にリャンウソ出てるのちょっとあまりいい情報ではないですね。でも一回来たらみんなつもぎるものなんで、はい、なるほど、誰もいらないリャンソーですね、今リャンソーが今あ泉シャンテン、ウソはスライドでパーソーにならない、ならない、杉浦の上がりピンフ先天、さあ公式ルールピンフのみは、まあ、闇天がセオリーと言われております、ドラが小そうですもんね、ドラが小そうです、テンパイが入れドラでした、パーソーの方がやっぱ切りたくないってなったんですかね、うん、まあ、ちょっとただ今ドラを打った泉さんに対しては若干パーソーの方が通しやすいかなってい う、はい、うん、そういう事情もあってのドラを切ってのパーソーってそんなになさそう、はい、それならやっぱリーチできそうな気も、うん、やっぱ大体ドラトイツで使いたいじゃないですか、はい、だからリャンソーの方がちょっと危険だったかなっていう気はしますが、スライドでかわすことももちろん選択肢にありましたが、はい、先天今ピンフで先天ですね、先天、はい、さあそして南三局ルミの親番です、ドラスビン、ルミが今度は二差しの大物手を手にしているようですが、こちら3ピン入ると、あ、いいピン入って杉浦チュン統一の多い形、魚谷は、うん、ピンフドラの受けがある、泉も手は進みました、もう差し子も見える、そうなんですね、 ですね、はい、何切ります、ソリアさん、私今これイーソーあたり切ったような、ね、そうですね、分かんないですね、私も何イーソーか、まあなんか私キューピーあたり切るかもしれないですね、カンパーピー待っても嬉しくないなとも思いました、うん、そのあたりをちょっと手かけてそうですが、魚谷は両層を切っています、こちらここでカンパーピンのターツ手をかけました、2差し差し後、まあ、ピンフのテンパイを取ろうというトップなの で、ね、ピンフですね、特に両反訳というよりは綺麗な形、いい形で、あ、さあこれでテンパイです、サブローソーピンフのテンパイ、ピンフドライチですね、スープ すぐ出ましたね、はい、ここで泉の宝珠となりました、魚谷ピンフドライチは2000点、最速の上がりを見せてくれましたね、はい、意図のある選択だったということですね、リャンソー切り、うん、さあ2回戦オーラスです、南4局親は杉浦、
多分私も一緒にはなって、はい、決壊したんですけど最終手出しがニャンゾーになってるかなって、はい、先に急便切っちゃうと、はい、なんかそば店になってますね、はい、さあ何4曲ドラ急便杉浦の親番ドラの急便が1枚見える杉浦は3万点まであと4700点、魚谷とルミが3万点を超えています。2人浮きの状態、ルミちゃん嫌ですね、100点しか浮いてない。いやそうですね、これはもう誰かに積もうと言われれば沈んでしまいます、ね、難しい。リーチ棒も出したくないし、いやそうですね、リーチ出し、そうですね、リーチ棒出して誰かの積も嫌ですね、難しいところ。さあルミ一面詰めはピンズの2差し、仕掛けを入れていったシャーチャの泉がシャーをポン、24,500 点の泉さんが1枚目泣いてくると、はい、いうことは杉浦に4着の順位点を押し付けようということですか、うん、もしくはこれをね、高そうなイメージがしちゃいますけど私、はい、ドラドラあんのかな、私たちは裏から見ているため泉の手元は見えていますがですね、打ってる人にしてみればあれ、ってヤクヤクドラドラとかあるの、うん、っていう風に、大谷さんは漫画打っても浮きなんで、はい、そんな気にしなくてもいいですけど打ちたくはないですからね。あ、そうですね、はい、ちょっと上茶でどう対応するのか、ちょっと泉チュンチュン南白と並んでるんですね、捨て牌でシャーのポンです。1200では浮かない泉、1000点お上がりに来てるんですよねっていうことですか。さあ杉浦ドラドラ、はい、がいいと、ラスは嫌だということでしょうか。2人浮きだと、はい、3着はマイナス4ポイント、4着はマイナス、しかもルミさんから上がれたりすると、はい、ちょっとだけまた1ポイントですけど3着の順位点が変わりますね。はい、はい、そうですね、8ポイント3ポイント1ポイントと、そうするとまた魚谷さんが一人浮きになって、はい、めちゃめちゃ嬉しいという、魚谷にとってはちょっと嬉しい泉の上がりということにはなります、ね、ただ現状高いかもしれないっていうのが、ね、そうですね、やっぱりおいそれと今ドラ打っていく、じゃあドラじゃない、ごめんなさい、9違いでした、キューピンがドラですねすいません、キューピンがドラ、杉浦がキューピンを打つことは何だろうと一瞬思いましたがキューピンですね、そうでした。さあ仕掛けます、ローマンのポン、あ、トイトイかと、でドラ、トイトイドラドラの今疑惑が、疑惑が、はい、そうですね、数番先切ってますからね、はい、え、ポンしやすい牌残してるの、あれ、さあ泉が手から、手からさ、そうするとなんかイースピン払ったみたいな、はい、なりますか、ということはなりませんか、なりますね杉浦チートイツのイーシャンテン、ねえ、ドラドラだし親だし、しかし泉の仕掛けが怖い、うーん、ただ自身は、うん、ここはリャンソーとします、ね、いらないイーシャンテン、あの数万ウーマンローピン、メンツでも見てのいいシャンテン、なっちゃったチートイの可能性があるなんかどうせ今現状3着目だし、はい、親だしもうちょっと行くかっていう感じになってますか、ね、行こうよって思うかもしれないけど見てると、はい、でもやっぱ書店がすごい、あ、泉のツボ300、500、これ全員沈み、これで3人沈み、大谷にとっては最高の最高の一人行きです。ということで2回戦が終了しました。トップから魚谷、そして2着にルミ、3着泉、4着杉浦の並びで2回戦が終了しました。続いて3回戦です。